も、はい、まあね、新曲ネバネバ温度からだいたい4年ぐらい空きまして、そうですね、そのくらいで、ね、うん、よし、これからまたあの茨城のゆかりの曲になりますの で、 そうです、ね、はい、頑張ってキャンペーンするぞ。茨城の桜橋のね、はい、あの311の時入り口にあの桜があったんですけど、うん、あれ桜川から持ってきてもらったんですけどね、うん、その桜川の、ね、今日ね、もう、はい、桜川の蕎麦屋さんも見に来てくれてました、ね、ありがとうございます、ね、見に来ていただくのとついでにあの子守もしていただくっていう ね、 ね、もうね、子連れ で、 ね、 でですね、やんない、重大な発表があります、はい、この今から歌う桜川、うん、そして最後にはですね、ネバネバ温度の2曲歌わせていただけるんですけど、歌わせていただくんですが、うん、本日はですね、こんな時間にもなってます、店も閉まってますから、はい、皆様にわざわざ CD ショップに行っていただく手間を省くために あちらのテントの中に箱で用意してあります聞いてみてよかったなこれっつったら、はい、どうぞ CD のよろしくお願いいたします、ありがとうございますね。ネバネバ温度カラオケにも入ってますから、これ第一交渉もあのジョイサンドも入ってますからね、一曲歌って、はい、皆さんで歌っていただいてね、ぜひよろしくお願いいたします。これ桜が今から歌う桜が日立のあたりのジョイサウンドで歌われてるランキング1位になったんですよありがたいですね、ありがたいことですね。さあ、はい、CD が売れるか売れないか、これから泉ちゃんの力にかかってます、ね、よろしくお願いします。上でもミルクが飲みたいってニャ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 泣いてるんだから、子供ももうね、新曲って言って2月に出させていただいて、なかなかキャンペーンができず ね、まだまだ、はい、この曲を知っていただいている方少ないんですけど、ぜひ今日、聴いていただいて、はい、この桜川、YouTube とかにもね、PV がありますので、そちらも見ていただけたら嬉しいなと思います。カラオケジョイサンドのカラオケは本人映像で出てますから、僕学生服着て出てます、うん、こっちあの、はい、ハイカラさんが通るのハイカラさんで出てます。学生服買ったんですよ、ちょっと話長くなっちゃいます、ね、学生服買ったんですこれ、うん、27,800円のせいですね、学生服って。あれ高い、ね、僕が買いに行ったらですね、随分体の大きい息子さんですねって言って、はい、柔道をやってましたって適当に言ってみたんですけどね、うん、だからあのもともとね、自分が着てた学生服着ればいいじゃないのって言ったんですよ、ね、六甲地区の人だったら大体わかるかもしれないけども、うん、茨城県立玉造工業高等学校で僕今年53なんですよ、はい、その頃のね、学生服っていうのはあの一般的な形がないん。え、どういう形なんですか。足が5本くらい入るんですね、昔の学生服ってねこんなやつか。そうそうそう、であの茨城っぽいね、雨も降ってないのにコートみたいに長いのよ、うん、長蘭なんだ。長蘭知らない。それが普通だったの、玉造工業高校は。そうなんだね。そうです、はい、そんな茨城らしい。さあ行きましょう、桜川聴いてください、はい、それでは新曲の桜川聴いてください。空を見上げています。
そうだ。9日に、はい、発売されました桜川聴いていただきました。これだって4回目くらいですよ、人前でやるのが。なんかね、本当にね、なかなかできなくてね。2019年にキャンペーン